ごい作品なんで大事に打ちますよね。さあ、いつぞって言った時に、ヒルタを切るとこれを切るとヒルタを切るとこれを切るとこれがやっぱついてるんですよ。ちょっと、すいません。3人交代でやったと言われてますけど、本当にやったかどうかは知りません。本当のチームがこんだけ時間がかかる。ちょっと、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 もう起きてきとる。やりきた。ほんと。小膝が来たな。小膝が来たんやな。さあ。小膝行くのに。あ、ほんと行くのに。手ぬぐいが広い。手ぬぐいが広い。ほら、ブラックのやつが全部来るんだよ。ほんとに全部来る。初めて。こんなに長年住んどって初めて見た、うん、この行事。私が招待したときここでやったやん。本当全然違う。やっとって招待したことある。やったあるよ。え、それはいくつかもそうね。いくつぐらいだろう。から招待だから。早かったもんな、やったの。そうなんだ、ね、うん、あるんだ。まだ誰か小学校の頃でねか。そんなに早いって言ってたの。行ってきたらやる。行ってきたらね、意外とね、この辺何回もやれとは言わない。順番になるな。ね、うん、パラスになら丸打ってある。消されて考え。まっさらになる。それはそう。変わったんだ。世代交代でまっさらになる。最初丸打ったと思う。まあ、その時は来ちゃったやろ。では、はい。参ります。小学生の発表はこれ、こっちか。どこに集合するかもすらも俺あそこ中や。安藤が置いてあったよ。いっぱい安藤置いてあったよ。夜火つけるんだろうな。あぶあぶあぶか。じゃあ、同時に。そうじゃない、ついとるよ。候補の人は、それを見ようか。9時までやるって言ってたのばあさんたちは、話しとる。農村まで飲みしてやってて、あれも高齢になる。毎年増えてくわ。ね、本当に。中尾道、中尾道、あ、
これしか来ない。まだたくさんあるけども、やるし。おらんくなったのか。そうだ。ございましてありがとうございます。この後10時より伝統芸能の披露を始めています参りますので、今しばらくお待ちください。宇治町伝統芸能保存会でございます。これより伝統芸能の披露を始めさせていただきます。はじめに小牧市よりお越しいただきました小牧市上武市木遣保存会の皆様によりよります木遣の披露です。よろしくお願いします。
誠にめでとよいとれ千載と万歳と。はい、ありがとうございました。大納めさせていただきました。最後に、きじめといいますか、いい音を立てて、ちょうどまあどうですかね、木を締めてということで、まあ、胸上げのような状況を想定した状況でございます。大変おめでたい曲に乗せてお送りいたしました。続きまして今日はあと2曲、披露させていただきたいと思います。扇子踊りということと、それからもう一つ最後に、伊勢音頭、ご存知の皆さんと一緒に昭和をさせていただきまして、今日の、演目を終わらせていただきたいと思います。扇子踊りの準備ができたようでございます。それでは扇子踊りよろしくお願いいたします。はい、清十郎の物語というのがテーマでございまして、恋壊れる清十郎を見るといいますか、傘の見たところだけでもう清十郎と思うような、ちょっとこう、船がらしいという歌でございました。まあ、そんな曲を扇子踊りに乗せてお届けいたしました。最後におめでたい伊勢音頭で締めさせていただきたいと思います。ご存知の方はぜひ、手拍子ご唱和をいただいて、ご一緒に楽しみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、準備もできたようでございます。伊勢音頭で締めくくりさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。やれよ、あ、
ありがとうございました。私たちは中尾内獅子保存会の面々でございます。日頃練習がなかなかうまくできませんので、今日はできるかできないかは分かりませんけど、精いっぱい弾いていきたいと思います。雨降り、これは干ばつの時に、雨乞いをした時に、歌った曲でございます。それからその時に、踊りを踊ったのがやったかとったかという踊りで、踊りを踊ったわけです。で3曲目に、水神様は五条庵の富士に水神様がございますけれども、そこへ奉納した時のお帰りの時に川戻りという曲を弾いて下がってきたものでございます。そういうことで今日は3曲続けてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
下さんによります。お囃子の披露です。よろしくお願いします。それではまず1曲目は道行きです。お願いします。はい、皆さんこんにちは。カムユ野口から参りました伝統芸能保存会の面々であります。我々平均年齢約60歳ですけども、一番最初にやり始めたのはですね、大口の40周年記念の前年の年に、それまで超ベテランの人が、笛が2人、小太鼓、大太鼓が1人ずつ4名で、区内各所練り歩お祭り等は練り歩いたところなんですが、この40周年を境にしてもう少し若い方にその伝統の伝承を行いたいということで、当初4名の若手、今はもうおじさんになってますけども、その人が伝承してもらって、でその流れで今現在11名の保存会のメンバーがおります。で実際この上口学習棟教養施設で毎月の第1第3日曜日の午後7時から、練習しておりますので、もし老若男女あるいは上口以外の方もでも結構でございますので、こういうふうな笛あるいは太鼓なんかご興味のある人は一度学校の方に覗いていただくとありがたいなというふうに思っております。本日は、3曲披露させていただきます。1曲目は道行き、2曲目は雨降り、3曲目はちょうどお宮に入るところで行う厳かなお宮に入る前に非常に高音の長い厳かなそういう笛の音色、そういったものを楽しんでいただければなというふうに思っております。宮入りという曲を最後に締めでご披露させていただきます。それではよろしくお願いいたします。
続いて雨降りです。それでは最後、見入りをお願いします。今後ともご声援よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。ただいまより小木寺木遣り保存会のご披露をさせていただきます。本来ならば時間がねあるならばもう10分、20分、30分やるところでございますけれども、今日は時間の短縮というような指示を受けておりますので、わずか短い3曲をご披露させていただきます。この練習ですけれども、ね、長年本当にコロナ皆様方と同じように、ね、練習外へ出ていかん、家におりなさい、マスクをしなさい、そんなような生活が続きました。おかげさまでなかなか練習ができなかった。しかし先月になってようやくみんなが頑張って少しでも練習してご披露することができるならば最高じゃないかというようなご意見をいただきまして、3月には一生懸命わずかな時間ではございますけど練習させていただきました。ご覧のようにね、もう本当に我々も年を取っております。なかなか十分なね練習ができませんでしたけれども、今日この良き日に向かって皆様方の前でわずかな時間ではございますけれどもご披露をさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。Oh, oh, oh.
ただいまね、ご覧いただきましたのは、一曲目が「かなつる」という曲でございまして、ね、この木遣りがね、登っていく、山に向かって登っていく、そのかなつる山でも頑張って登ろうというような意識の歌でございます、かなつる山。はい。はい、で、2曲目は父さんということでね、父さんの殿様がお家が騒動で、お国へお下り、ね、そんなような内容でございます。ね、で、笠口時という3曲目の笠口時といいますのは、これは清十郎、ね、お医者様の清十郎、あれ、向かいを通るのは清十郎ではないかというような文句になって、あらむ迎えとってものすごく長いで、これが清十郎ということでご覧いただきました。で、最後ですが、最後みんながね、ここに下げておりますこの手拭き、これは非常に縁起物というようなことで、最後に投げます。皆様のお手元に届きましたならば、非常にこれは縁起物でございますので、ね、拾ってください。よろしいですか。じゃあ最後にね、北ヒアリークラブ最後の手拭き投げをご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、こどうでは山戻りです。お願いします。あ、200メン来たよ。せーの。
ありがとうございます。最後3曲目、道行きです。よろしくお願いします。Thank you.
Thank you.